はい、皆さんこんにちは、今日は1月16日に、まあ、録画をしているんやけども、今日のね1時から、まあ、5時までメンテナンスがあって、で愛も変わらずね、まあ、1時間メンテナンスを延長して、何のメンテナンスがあるかって結構話題になってて、まあ新パックが出るのかみたいな言われてたんやけど、結局新パックは出ないと。まあどんなカードゲームもそうなんやけど、やっぱ新パックが出るんやったら、まあ事前にねこういうカードが出ますよって来るから、まあ新パック来ないのは分かっていたにしろ、まあね5時間ぐらいねメンテナンスしたのが、まあリーダースキン、アバターが追加されたの、ショップの変更とか、まあそういうものが追加された、あとルームマッチのなんかミッションが追加された感じだけども、これ結構自分嬉しくてね、アバターキャラクターのルピコちゃんがねついに使えるということで、なんかもうしょうもないなんか二次元キャラクターのさ無料スキンみたいなずっと使ってて、やっぱ課金者の私からするとそういうなんかね安っちいキャラクター使うよりも、やっぱこういうなんかルピコちゃんみたいな可愛いねの使いたかったから、これをねアップデートに追加してくれたのはねありがたいで、今回ね運営がすごいなと思ったのが、メンテナンス終了時から期限なしと、なのでいつでも購入することができるということで、すごいこれもありがたいなと思うよね。でルピコちゃんが追加されてスリーブもしっかり入るんやけども、この画面のキャラクター表示のコッコルピコちゃんが、まあ1000ゴールド必要なんよね。これ結構高いなと思って、今自分ゴールド820あるんやけども、まああと3日4日はかかるかな。まあ1日多くても70ゴールド50か70ゴールドしか手に入らないから、まあ2日か3日でまあゲットでき、いや4日かかんない、4日ぐらいかかりそうかなっていう感じなんやけども、これみんなってさ、この動画見てる人ってコッコルピコ今日変えたっていう人どれぐらいいる？無課金の方で、でもさパック向くやんみんな、やっぱあまりにもカードがね揃いにくいから、みんなゴールドってもう150貯まったらどんどん向いていく人が多いと思うよね。特に無課金の方とかやったら全然足りないから向くしかないやん。だから基本的には100以下っていうか0の人が多いと思うよ。でそういった中で1000ゴールドを貯めてる人っていうのは限られた人と思うよね。私もまあ貯めれてなかったっていうのあるし、で課金額を見てみると、まあ1000ジェムなんで、まあ1000円ぐらいか、まあ1000円やね、まあ、1000円ぐらいで売られてるってことか。まあでもすごい自分はこのキャラクターすごい好きなんで、よくなんかログイン時のねルッピピーピーよピーようるせえみたいな言うやついるけども、すごいルッピコちゃんは大好きなんでね、まあこれ1000ゴールド使うけども、これに1000ゴールド使ったらパックが引けなくなっちゃうっていうねデメリットもあるよね。やっぱり自分もねその次の新パックまでにゴールド貯めておきたいっていうのもあって、ここで1000使うっていうのはなかなかこうね強気な手段というか、あまりやりたくない動きではあるんやけども、でねなんかお詫びメンテナンスのお詫びで、まあ1パックもらってたんで、これちょっと引いていくか。まあこれちょっとまずはね1点目、ああまあ結構もう白の時点で外れっすわ。はい、ちょっとねまあそのルピコちゃんの情報だけじゃね、まああまりにもつまらない動画だと思うんで、まあちょっと一戦アルカディアスのデッキ使っていこうと思うんやけども、まあルピコちゃんがね追加されたことによって、まあルピコこれどうなんやろ、これランクマッチでさ、まあ5戦でも10戦でもいいんやけど、これマッチングした人いる？そのルピコに。でそれでさ、その無課金の人は多分持ってないと思うよね基本的には。だからまあ課金者がまあ有料でこうジェムを購入してルピコを買うっていうのが今日と思うよね。だからその1週間後2週間後半年後とかやったら別にルピコちゃんがまあ出てくるっていうのはまあ全然理解できるんやけども、今日の時点で1月16日今日の時点でルピコがいるかどうか、これは課金者しかね多分持ってないと思うよね。無課金の人でもさやっぱりパックに充当すると思うから、わざわざルピコを買う人いないと自分思うんでね、まあそこら辺からするにして、まあもしねこの今日中にね、まあ、コメントしてくださってしてもらって、あおーおーアルカディアスか、 4C ボルコンではでもなさそうやんね。あーでも 4C ボルコンか、まあアルカディアスの順当デッキで終わりにしてあげるよ。だからここミストリエスが強いねやっぱり、うん、世界の終焉の最中にその全ての次元を見つけようじゃないか。あ光ブーム入れるの忘れた。あごめんこっちごめん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 これあーもうやらかした、もうてかアルカディアスごめん、ちょっと光ブーム的にあると思ってたわ、ちょっと頭おかしいわ。てか最近ねすごい睡眠不足で、
まあ、これ睡眠時間を削ってね、これはデュエルプレイスの実況やってるんやけど、頭がねもう回転してないよね。まあ、言い訳にはなるんやけども、いやこうなるんやったらアルカディアス残すか、いやむしろここはさっき出せなかった分を生かしてアルカディアスにね何としてでもつなげていくぞ。まずは1枚目、まあ破壊されなかったらいいんやけど、破壊されるとお話は変わってくるからね、やめろよマジで、破壊だけやめてくれよマジで。まあ、おおおお、闇を滅する、おお光さす道となれシンクロ召喚、おお。でもボルコンデッキでアルカディアス出してくれて結構強固な手段というか、まずは1枚目、なかなか強固な手段持ってくるね。いや面白いと思うわ、そういうなんか強気な行動する人は。なんでこれに限ってデーモンハンド来んのかな。奇跡の閃光により世界を照らさん、まずは1枚目、水は剣にも鎧にもなる、ピカリエ引けるとねかなりありがたいんやけども、まあもしかブロッカーカードでもう1枚ドローしていく。まずはだからこの青空は俺が守る、まずは1枚目、相手のハンデスをしながら私はカードを1枚ドローすることができる。まずはまずは1枚目、この槍で戦況を変える、戦況変えられないんだよな、バルキアからアルカディアスに持っていくしかないね、こうなれば。まあさらにこのターンね1万1500くらって、我が光を受けろ、まずは行ってべーシールトリガー発動、あい無駄な書きをするだけ幼い子供を見るに等しいんだよ、私はそういう世界を見てきたんだ、私が見せる世界は世界の要なんだよ。まずは1枚目、希望を貫く、シュシュする、まずは1、まずは2点目、水は剣にも鎧にもなる、まずは1点目、水は剣にも鎧にもなる、希望を貫く、シュシュする。ここは詰めるかどうかなんやけども、詰めたところで不利になるから詰めれないな、なんとかここから勝ち手段を見つけていくしかないよね。なんとかピカリアもう一回ブロックして、私のさなかを見せようじゃないか、ここしっかりブロックするか、シュシュする、まず1点目私に勝てるという2文字は未来永劫ありはしないんだよ、見せてやるよ私の本気の力というものをな。ルピコちゃんでも会いたいね、なんか自分持ってなくても対戦相手がどんな感じでこう動くかとかさ、そういうのでも気になるわけじゃん。この青空は私が守る、あーいい、やっぱドローソースすごいねミストリエスに関しては。でまたアルカディアスの猛攻をしっかり防ぎながらね見ていくとするか、地獄を見せてあげるよ、ここもしっかりブロックしていく、シュシュする、まずは1枚目、にまずは1枚目で、あえてあんま溜まってないから一回アクアサーファーで様子見るのもありな気はするね。アクアサーファーでアーバー用するか、まずは2000以下のクリーチャー破壊は何もできないと、バルキアでも取れない、ホーリースパークも意味がないし、この槍で戦況を変えるも微妙なっていうことなんで、アルカディアスで絶対取りたいとこなんやけど、ここは一旦抑えるしかないと思うよね。なのでまずは1ターン目、そしてアクアサーファーで戻す座を追えない、あだす座を追えないよね。まあアクアサーファーでも、でもなブロッカーも欲しいとこではあるんよな、そこを考えるならばっていうのあるんやけども、でも戻す座を追えないよね。こ攻撃するか、もうまず1点目入って、あーばよこの薄のロードどもがディナを失い黒ぐき見切れるか、まずは1枚目、いやここはまだターンしろでな、私はさらなる次元に到達するんだ、やっぱ勝つっていうことを考えたらね、ゆっくり してるのじゅ、あこジョエルレオー、鮮度がない、お前鮮度なさすぎだろだがな、それで勝ったつもりか、その程度の実力で私に勝ったつもりか、甘えた行動を脱がすなタコスケが、まずは1枚目、ミストリアスが消えてくれたことによって私はもうちょっと動きやすくなったんだから、それはそれでよしとしようじゃないか、まずアルカディアスの布石をなくさせてするとするか、まずは1枚目、焦る必要性はないからね、進化元でもいいよ、あーいー、次のターンに地獄を見せてあげるよ、やられたらやり返す100倍返しだ、私に勝てるという2文字が存在するなんて
希望を貫く、死守する。まあ、アルカディアスで攻められたアルカディアスを返すみたいなね、そういう動きが私にはあるんで、やめろよ。あーまあまあ、んーまあ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 悪くはないな。希望を貫く。だからさ、同じようなカードばっか来るな、タコスケが。ちょっと待てよ、でもこれ出す必要ないな。あーでもアルカディアス2面展開できんのか。見せてあげるよ、じゃあ貴様に地獄という名の敗北という2文字をな。ホーリースパークの方が多分優秀なんで、アルカディアスを2面展開。闇を照らす光さす道となるシンクロ召喚。まずは1枚目アルカディアス1枚展開しながら、さらにもう1枚目のアルカディアスを展開させていく。闇を滅する光さす道となれ、奇跡の先行により世界を照らさん。まずはああこれやばいな。これで相手はブロックすることはできないと。ブロックするのかな。まあ光は多分残しそうなんやけど、際が光を受けろ。まずは1枚目いいね、気持ちいいな。やっぱり我が光でここで通すとなると、ああでもなぜホーリースパークしっかり呼んできたな。まあさすがプラチナ隊といった感じやね。ここで通してしまうとホーリースパークでリーサー取られちゃうからね。そうは問屋おろさんからね。こんな悔しいな。そんな弱小カードで私を倒そうという魂胆かね。面白いものを見せてあげる。じゃあやられたらやり返す、100倍返しだ。まずは1枚目まあホーリースパークを持ってるんやろうけども、先手必勝よ。まずは1枚目念には念よだ。まずは1枚目我が光を受けろ。あい伝説を超えるか。ボルコンザマー